はい、まあ、強烈な左ありました。左から丁寧に行きます。まだね、一分じゃありますからね。左のボディー。Minaliit at sinabi ng karamihan na easy fight lang daw ang former IBF World Champion Yukinori Uguni sa binansagang angas ng Pinas Janriel Cuadro Alas Casimiro. Ang hapon po ay merong record na 21 wins, 8 knockouts at 2 talo. Well, kayo na humusga mga idol. Ang ilan sa mga laban Uguni ay aking ipapakita sa inyo. Unahin na natin ang pinakatopic ng video mga idol. Bakbakan ito sa Super Bantamweight Division kung saan nakuha na ngapon ang IBF World Title Belt kontra sa kinatatakutan sa Dominican Republic na may 100% knockout rate, may record na 22 wins, 22 knockouts, walang talo na si Solomon King, Jonathan Guzman Pena. Ang laban na ito ay naganap taong 2016. Ating panoorin ang laban mga idol, ang highlights kung paano tinalo ang halimaw na kalaban ng makakatapat ni Cuadro Alas. あると思うんですよ。小国もただがむしゃらに立ち、ああそこでダウン、小国がダウンを取った。グスマン膝から落ちた。3ラウンドグスマンが左から膝から落ちました。大きく息をしている。聞いてますよ。小国はゆっくりと落ち着いてグスマンを見据えている。すぐ行け、すぐ行け。さあ第3ラウンド一気に小国が行くか。まだ残り1分20秒残っている。出るようなフリッカースタイルのグスマンなんですが、やはりダメージがあるのか。さあボディを狙っていく。そしてボディを嫌がっているこのグスマン。でも嫌がってる、嫌がってる。やはりそのボディを警戒して井田さん腕下がっているんでしょうか。そうですね、明らかに嫌がってますよね。はい、はい、内藤さん、やはりいい角度で左ボディが入りますね。手数欲しい、手数欲しい。左ボディ、この左ボディは明らかに嫌がっている。また入りましたね。はい、井田さん、はい、はい、さんどうぞ。青コーナー、ウグリサイドなんですが、はい、もう手かせていこう、手かせていこうと、どこかで山を作れ、ポイントを取りに行けと、そう話しています。ピンチ。さあ、オグニ、右アッパー、左ボディ。ただ、飯田さん、やはり明らかに、グスマンは焦っている表情、オグニは非常に落ち着いているように見えますね。ですね。これはダウンではないという判定でしょうか。ローブローですか。ローブローっていうでレフリーのジェスチャーでしたね。フック、小国はプレッシャーをかけ続けます。グスマンは足を使って距離を取る。残り10秒を切っている。グスマン前の右ストレート、ショートで当たった。小国はパンチを当てました。ここで4秒、12ラウンド両者。Natapos ang laban via unanimous decision na dapat ay knockout. Tumiklop nga po ang undefeated na kalaban sa lakas ni Uguni. Silipin po natin mga idol ang ilan sa highlights ng ngapon. まあ、それがかなりプレッシャーをかけていると。はい、そうですね。という中で先ほどもジョージマさん、はい、まあ、強烈な左ありましたね。相手をダウンで一気にビッグスプル。フランスに出るぞ。セリエが今改めてファイティングスタイルを取る。さあ大ラウンド、いきなり右ストレートが入った。強烈な右ストレート。さあ一気に試合を決めにかかるか。チャンピオン小栗、ものすごい声援です。まだ2ラウンド、残り2分以上残っている。城島さん、すごいことになってますよ。右のストレートであっという間にリングに進みました。オグリン・ヨキノリがまずはこの大ラウンド、そしてまだふらついているセリエ、一気に決めにかかるか。しかし見逃した。セリエも負けていない。セリエが息を吹き返した。ものすごい攻防です。できましたね、これお互い。これは今挑戦者セリエ、
この第5ラウンド、まあ、オープンスコアによって現状は 3者がともに小国に優勢とつけているだけに、まあ、セリエもそれを感じて前に進んでいます。プレッシャーをかけ続けるセリエです。気に決めるか。しかしセリエ持ち直す。右を当てる。第5ラウンド残りしかありません。ちょっとセリエ選手、はい、体が流れてきました、ね、あ、そうですか。ちょっと左のボディです。あーっと、これも強烈に入る。もう一つボディ、お互いボディの打ち合いです。右ストレート。終盤に入ってやはり小国がまたペースを自分のものに完全にしようと。東洋太平洋スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦、2度目の防衛戦となる小国幸典、挑戦者セリエ正明を相手に12ラウンド戦い。東洋太平洋スーパーバンタム級チャンピオン、ワンツー、左のアッパーボディあるいはアッパーという非常にいい角度のパンチを繰り出していきます、うん、やはり左が中心。いや、左のパンチはいいですよね、うまいですね。ストレートボディへ、うん、これは少し後ろに苦しそうな表情をしながらユニアン下がりました。左のボディ、ちょっとボディ嫌がってますね。嫌がってますね、はい、これは笑顔のように歯を見せていますが、まだまだこの小国幸典の復帰戦ボクシングが見たい。ボディー、いいボディーだ。上がりましたね。これは明らかにユニアン嫌がっています。残り時間が少なくなりました。第3ラウンド、ただまだ仕留めにはいかないか。第3ラウンドが終了しました。いいパンチが小国に入っています。第4ラウンド前半最後のラウンドです。いや、これはもう距離感関係なく右を振って相手を嫌がらせようということか。ユニアン、インドネシア人ボクサーです。誰かでもいい右のストレート、少し、ね、まとめで打ちたいですね。左、右から左。ユニアンがすぐに大丈夫だと言わんばかりにフットワークを見せています。さあ、一つ目のダウンを奪った第4ラウンド、豪快なダウンでした。再三いいボディが入っている。さあ、チャンス、まとめ上げられるか。左から丁寧に行きます。まだね、1分以上ありますからね、左のボディ。すぐに立ち上がるユニアン、あれがユニアン、すぐに立ち上がりました。レフェリー福地の判断は続行です。さあ、またボディか、まあ、ここで強い右みたいですね。そうですね、フィニッシュブローは右になるのか。左のボディ、まだ45秒あります。第4ラウンド復帰戦のリングです。小国、もう2つのダウンを奪っています。左、ここで試合終了。Anong masasabi nyo mga idol sa boksingero na makakasagupa ni Cuadro Alas sa darating na October 12? May ibubuga ba sa ating angas ng Pinas? Ubra kaya ang tangkad at haba nito kay Cuadro Alas? Well, si Uguni nga po mga idol ay hindi pa natalo sa isang orthodox fighter. Ang dalawang talo nito ay nagmula sa isang southpaw.